大英堂製パン店は、東京都西部、城南地域を中心として展開した製パン店である。都内に広く展開した丸十製パンや、木村や、英軌道などと比較すると小規模な製パン店グループではあるが、最大9店舗が同時に営業していたことがある。大英堂は、福井県入群出身の和菓子職人、上野隆により、1922年三軒茶屋に開業した。 もともとは和菓子店でパン職人を雇うことにより生パン店となった。この背景には、1918年の米騒動により前に変わる主食の必要性が高まったこと、1920年の陸軍での計画的パン給食開始など、社会的ニーズの高まりがあった。全国で連帯御用パン屋が出現する中、 公平連帯など多くの陸軍施設が集中した世田谷において陸組へのパンの輸入業者としてまた関東大震災後の周辺の人口増加などにより発展学校給食や三菱電機世田谷工場など大口の納入先を持ちパンの卸も行う世田谷区最大級の製パン店となる昭和初期には渋谷駅前四谷に支店を出し 戦時中には、大崎、名電車工場内にも進出していた。戦後は、不動前頃、共同頃に出店する。上野隆の和菓職人修行時代の弟弟,弟子で、共に大英堂で働いた、関都敷地は、不動前の店主を務めるほか、未宿世田谷製パンの役員でもあった。彼の血縁、遅延による、のれん分けが多かったため、大英堂の店主には、 富山県出身者が多かった。不動前からは、下北沢、真米、明大前、矢口渡るに、共同からは、中野、中町などに、相次いで、のれん分けする。いずれの店もほんのり甘みのある、素朴なパンが特徴で、総菜パンを得意とする。多くの店舗が、家族経営の小規模な店舗であるため、大規模な工場で大量、安価に製造できるお手製。 パン会社の成長やコンビニエンスストアの進出が経営を圧迫。経営者の高齢化などもあり、大英堂は1990年代に急速に店舗を減らした。2000年代に入っても、明大前、マゴメ、下北沢、ミクスチャーの3店舗が営業していたが、マゴメは2012年3月10日、明大前は2000、1955年頃の三軒茶屋、大英堂製パン店、 三軒茶屋、大英道製パン店1952年頃、左から吉田茂、上野隆茅野沖ノ今近藤港。1960年頃、1960年頃の不動前、大英道製パン店。左手の機械は、紙コップ式のジュース販売機閉店11日後の、矢口渡る、大英道製パン店。 2006年3月22日1940年頃の四つ屋大英道製パン店。手前が関神後、奥が天守の関聖寺明大前、大英道製パン店2013共同、大英道製パン店ン。1952年の正月と思われる。中央は関忠尾ミクスチャー2013番目、大英道製パン店2012年、ビートたけしが愛した。 コロッケパン1984年から85年にかけて大英堂の入っていた四谷山ハイツの会場にビートたけしが住んでいた。足立区梅島の下町っ子で惣菜パン好きだった。彼は大英堂のコロッケパンを特に好み、電話で四大名坊屋の木戸カラー大ドを呼び、大道例のあれ買って来いと買いに行かせ、週に一度は食べていた。 大道は自分のマンションの下じゃんかと思いつつも届けていたという。明大前、大栄堂製パン店の食パン大栄堂は本来、大栄堂であるが、大栄堂と呼ばれることも多い。各店の食パン袋には、大栄堂ベーカリー大栄堂の食パンの文字があるものの、明大前大栄堂の店内には、大栄堂と書かれた看板が吊り下げられている。下北沢大栄堂では、 商店街の仲間から店主が本名と関係のない、大ちゃんと呼ばれ、矢口渡る大英堂は、日田江原高等学校の学生から通称、英堂と呼ばれていた。戦前の広告、商工地図では経営者の名を冠した、上野大英堂と表記されていた。大英堂の創業者、上野隆と関都敷地が渋谷の大森堂書店のあたりにあった。 和菓子屋で修行したこととの関連も考えられる。和菓子店から発展したため、パンと並行して和菓子の製造、販売も続けられていた。また、ケーキなど洋菓子の製造販売していた店も多く、パンのみの販売となった後も看板にその名残を残していた。ありがとうございます。